ここがお城か。懐かしいだろ。な。ん？なんだか様子がおかしいかな。はあ。Thank you.
ごしようよ。あっとっと、あっ、いや、えっ、あっ、おい、なに、ほら、こら、は、せ、は、せ、お呼びでしょうか。はい、王様は。そうです、僕たちの友達で。あなたが王様からの手紙に書いてありましたよ。とても勇敢な少年だと。で、王様は。どうしてお城にハートレスがいるんですか。そうですか、あれがハートレス。奴らの退治なら任せて。頼もしい言葉ですね。ではあなたたちに見てほしいものがあります。私を謁見室へ連れて行ってください。はい。お城の者たちに安全な場所に隠れているよう伝えるのを忘れていました。じゃあ最初はそれだ。手分けするのはどうかな。俺、みんなに知らせてくるよ。そらはダメ、迷っちゃうよ。じゃあ俺は王妃様と一緒に。じゃあ後でね。謁見室だっけ。はい、よろしくね、ソラ。よし。
よっ、左、こっちだ、こっちだ、よっ、左、こっちだ、はっ、左、行くよ、左、こっちだ、行きます、行くよ、左、行きます、行くよ、左、行くよ、左、こっちだ、行くよ、左、こっちだ、こっちだ、行くよ、左、こっちだ、行くよ、左、こっちだ、行くよ、左、いや、行くよ、左、行くよ、左、こっちだ、行くよ、左、待ってくださいね。異変が起こってからすぐにこの部屋を封印したのです。さあ行きましょう。させてよ、もう。すげえ。この奥は石杖の間と呼ばれている部屋です。お城がこれまで邪悪な世界から守られていたのはこの奥にある光の石杖のおかげなのです。光の石杖？
これが大切な光の礎です。でも見てください、この茨はおそらく邪悪な者たちの仕業でしょう。一体どうなってしまうのか。あっ、マジシャン、本当に。おやおやおや、そこにいるのは憎たらしいキーブレード使いと手下どもだね。おい、先生と勝負じゃ。まあそのうちね、お前たちにはたっぷり仕返しをしてやるから待っていいな。あなたはここで何をしているのです。ご機嫌うるわしゅう王妃様。私はね、どうしてもこの城が欲しくなったのさ。でもね、ここは私には眩しすぎるんだよ。だから美しい闇で染めてやろうと思ってね。そんな企みはやめた方が身のためですよ。おお、怖い怖い。わかったよ、やめるよ。城が私のものになったらね。腹立つな。これはかつてない事件です。書斎の歴史を調べたのですが、前例がありませんでした。ああ、ん、本に書いてないことでも何でも知ってる人がいるよ。マリン様だね。ああ、そうですね、マーリン様なら何か知っているかもしれません。知恵を借りましょう。ホローバスティオンであったよね。うん、行こう。留守ですか？バージ様、お城が大変なんです。なんじゃ想像し。おやおや、お前たちか。少しは頼りがいのある顔になったようだな。本当に？お城が大変なんです。バージさんとあざわれたんです。何？城に？ハートレスもいるんです。なんと。百聞は一見にしかず。これはどうなっているんでしょうか。これはややこしい、いや、ゆゆしき問題じゃ。これはこれはとある特別な世界に通じている。その世界ではこの事件の犯人がまさに動き回っていることじゃろう。すごい。さすがマーリン様。そいつを倒せばいいんだな。待て待て、犯人を捕まえるのはもちろんだが、もっと大切なことがある。その世界のどこかにはこれと同じ扉があるはず。犯人たちはその扉を使っているはずじゃ。扉がある限り城は元には戻らん。そら、扉を見つけたらキーブレードでしっかり閉じてしまうのじゃ。わかった。お任せください。よいか、この先は本当に特別な世界だ。もし世界の秘密に気づいて
心の中に邪心が芽生えても誘惑に負けてはいかん。どういう意味？行けばわかる。お前たちを信じているぞ。Thank you.